ミロトラシツァは、ユーゴスラビアコソボメトヒア自治州、ミトロビツァ軍部シトリ出身のサッカー選手。ポジションは、MF、FW、プレミアリーグのリッジシティ FC 所属。コソボ代表。ミロトラシカと表記される場合もあるが、本人は、自身の名前を、ラシカではなく、ラシツァと発音すると述べている。地元クラブの FC ブシトリアで育成される。2013年8月。 16歳の時にカーヘントとの練習試合でトップチームデビュー。2013年9月、怪我の治療のためハノーファーに滞在。翌年チームに復帰。2014年夏、ハノーファー96や1、FC ウニオンベルリンのトライアルを受けたが、獲得オファーはなかった。2014年9月、フィテッセのユースチームでトライアルを受けた。2015年2月、 三年契約での入団内定が発表された。2015年7月 UEFA ヨーロッパリーグ2015から16予選3回戦のサウサンプトン FC 戦で移籍後初出場。8月のビレム2戦でエールディビジュデビュー。9月でフラーフスハップ戦で初得点。2018年1月ベルダーブレーメンに移籍。2二十一年六月十二日。 ノリジシティ FC と4年契約を結んだ。アルバニアの各世代別代表としてプレーしており、UEFAU-17 欧州選手権、UEFAU-19 欧州選手権、UEFAU-21 欧州選手権2017予選に出場している。2016年3月開催の親善試合、ルクセンブルク代表戦で A 代表初キャップ、 2016年8月15日、コソボ代表への変更が発表された。9月5日に行われた 2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のフィンランド代表戦で代表初キャップ。ありがとうございます。